でもひょっとして2、30億とかだったら買えるかもと思って、近鉄買えんじゃんとか思って。近鉄そんなにダイエット下がるんですね。その近まだ近鉄は、当時の近鉄は全然客入ってなかったっけ。人気がないから。いや人気がないんじゃなくて、その構造に気づいてなくて、そういう集客をしてなかったの。マーケティングとか、まあ、社長がボンクラなわけですよ、簡単に言うとね。で大体プロ野球の球団っていうのは親会社の誰かが出向してきて 社長をやったりとかしてるから、全くそういうセンスはないわけ。プロスポーツチームの経営とはみたいなことを考えてるやつが一人もいないわけですよ、まあ、今でこそ多分いるけど、当時20年ぐらい前って誰もそんなこと考えてないわけ。だから近鉄なんか何もできてないわけですよ、藤井寺球場とか、もう全然人入ってないわけ、まあ当時も大阪ドームとかだったのかな、でも全然客入ってないわけ。もうより藤井寺よりも悲惨なわけですよ、もう全部そうなの。で巨人は巨人で、巨人戦の週あのテレビ広告収入が減ってきてて、日テレからこう切られそうになってるわけ。ああゴールデンで野球やらなくなったりとかしてた時期なのよ。それはなんでそんな変化が生まれてたかっていうと、メールなんだよ、僕らのだから主戦場であるインターネットがまさにその構造変化をもたらし始めてた、でその変化にプロ野球チームで気づいてたのはダイエーだけだった、ダイエーだけがその構造に気づいて手を打って実際に成果を出し始めてた、で球場に入れないとテレビに人が流れるから、最初は福岡のテレビ局が全試合放送し始めて持ち回りで、それは九州全域に広がっていってたわけ。たまたま福岡の社長でが優秀だった、まあ、その後あまりにも優秀すぎて、なんか多分妬まれた部分もあったし、実際にそういうこともやってたんだと思うけど、セクハラでクビになっちゃって更迭されるんですね。そうなんだけど、彼はもともとリクルートの人で、ダイエーがリクルート事件の後、江副さんが持ってた株を買うわけよ、でまあ実質的にリクルートはそのダイエー傘下になってた時期があって、その時にダイエーのその負の遺産みたいなものをリノベーションしようみたいなので、彼は安比高原スキー場ももともと江副さんがスキー好きで、江副さんが、まあ、要はリクルートが開発してたリゾートなんだけど、それの経営再建をやってた人が、お前ちょっと大英球団の再建行けって言って、で大英球団に行ってたわけ、で彼がもういろんな施策を打って経営をめちゃくちゃ改善させて、むしろもうめちゃくちゃ儲かるような体制を作ってたわけよ。それの美味しいところをソフトバンクが持ってくるみたいな。そうそれはまあそれは後の話で、俺がそのプロ野球の球団を買うことがものすごく大事だってことを分からせたから、センセーショナルで、それでもうだから三木谷さんも孫さんも球団だってなったわけよ。それは全部俺が見つけたことだからね、それはね。でそれを見て、あこれパ・リーグの時代来るなと思って、で20-30億で買えてね、儲かりだしたらもう宝の山じゃん、さっきのライブではどこの詐欺じゃないじゃん、ブランドとしてね。あっていうのは、そこを簡単に説明すると、スポーツ新聞の一面は大体プロ野球なんだよ。毎回載せてくれるんですよ。1年365日毎日一面はだ、まあ9割型プロ野球なんだ、でしょ、必ず自分ところの会社の名前が出るわけじゃん、だからライブ・ダ・フェニックスだったらライブ・ダ・フェニックスってまあ出るわけですよ、ストーブリーグだって出るんだからさ、これまずすごいし、テレビ局は大体スポーツニュースの半分以上はテレビプロ野球でしょ、だ毎日プロ野球ニュースとかって番組すらあったわけだから、勝手に広告費一銭も払わずに毎日露出するわけですよ、社名が。めっちゃ宣伝してるんですよ、ただで。宣伝するし、ブランド力上がるわけ。これを一番体現したのはオリックスね。オリックスなんて、もともとオリエントリースって誰も知らない会社だったわけ。企業向けにコピー機とかさ、オフィス器具みたいなのをリースしてる会社だったんだけど、
でもその後球団買収してオリックスって名前にして、それでみんなオリックス知らない人いないじゃん。そうですね、一応置いて優勝してとかめっちゃ盛り上がってた時期もありますしね。そう、なんかオリエント審判と何が違うんですかみたいな、消費者金融のね、はいはい、みたいな感じだったわけ。オリエントリースって会社だった、はあ、で結果あれってなんで堀江さん変えなかったんですか、近鉄。あ、そっか、あのそれは鍋つに挨拶をしなかったからです。そうです、そんなレベルですか。やっぱ鍋つにさんってもう圧倒的、そこにそれだけでそんなことあるんですか。それがやっぱ一番大事だった。それは分かんなかった、俺は当時。鍋つの絵を大事さ、押さえても大事さってことですか。そうなんですよ。これだから、賢者は歴史に学ぶって言うんだけど、はい、まあ、俺は賢者になりきれてなくて、歴史に完全に学びきれてなくて、プロ野球、今の NPB のプロ野球を作ったのは、はい、巨人であり、長島でありなんですよ。巨人、読売、長島なんですよ、はい。で、これは歴史を遡ると分かるんだけど、1950年代まで、プロ野球って人気なかったんですよ。日本において当時一番人気があったのは大学野球、そして高校野球、そしてプロ野球。だからプロ野球なんかもうゴミです当時。鍋常の3代ぐらい前の正力松太郎さんっていう、まあ、日本のテレビの父って言われてる人なんだけど、あの日本テレビのまあ創立者というか、そう、まあ、読売新聞出身なんだけど、あの実は読売新聞社って新聞社は、はい、その三大新聞と言われてる朝日、毎日、読売が三大新聞社とすれば、その中で、まあ、今はもうね日経とかの方がすごいけど、当時三大新聞社って言われてたところで一番後発なんですよ、はい、で野球の利権が取れなかったんですよ、高校野球とか大学野球朝日毎日なんですよ。はいはいはい、確かに。でしょ、朝日新聞ですよね。ですよ、高校野球とか朝日新聞じゃない、はいはい、だからその利権を持ってなかった、はいはい、だから戦前に日本職業野球団っていう、まあ、プロ野球リーグを作ったわけ、はい、だけどいまいち盛り上がってなかったわけ、はいはい、沢村とかスタルヒンとかいたんだけど、はいはい、まあまあ全然メジャーじゃないわけです、はい、今でいう独立リーグぐらいの感じなんだよ、はい、戦後テレビが出てきてこどうにかしたいと、はいはい、まあ、だから正力さんはすごいやっぱりすごい人だったわけですよ。で当時のテレビなんか最初出たての頃は映画とかのよりも格下だったわけじゃん。その中でどうやって盛り上げようかみたいな、一つがプロ野球いけんじゃねみたいな、その高校野球大学野球と違ってもう毎日できるし毎日放送できるし、でもこれもやっぱりなんかすごいセンスがあったと思うんだけど、そのプロスポーツを盛り上げるために大事なことって何かっていうと、スターの存在なんですよ。スターがいるとそのプロスポーツだから、俺マイナースポーツが盛り上がるために絶対スターを作るべきだと思う、うんうんうん、だからマイナーだけどちょっとぐらいずつ盛り上がってきてるスポーツってあるじゃん、うんうん、例えばなんか金メダルとか取るとそのスポーツってなんかなんとなく盛り上がるじゃん。例えばフェンシングとかでさ、太田雄貴が銀メダル取ったらさ、うんうん、ちょっとメジャーになったじゃん、うんうん、なんかカーリングとかもさ、うんうん、日本の女子がさメダル取ったりしたらさ、うんうん、ちょっと盛り上がったじゃん、はいはい、そんな感じ。それで王と長島は狙って作って、いや王じゃなくて長島なんだよ。王なんかどうでもいいんだよ王さんに王さんに失礼かもしれんが王さんはやっぱり長島がいて、その長島がいる中で長島を輝かせるためのやっぱ王さんってどこまで行っても2番手なんだよね。王さんもスターなんだけど長島の比ではないわけですよ。もう長島なんだよ、うんうん、プロ野球は長島だったんだよ、うんうんうん、茂雄長島が出てきたから、あの人はだからその高校野球でもまあまあ良かったんだけど、やっぱり六大学野球のスターだったの、立教のね、うんうんうん、六大学のスター選手で、それをプロ野球で巨人に引き抜いたわけ。で天皇陛下が見に来る天覧試合でサヨナラ満塁ホームランを打つわけですよ、ね、それめっちゃ見ますテレビのニュースでしょ、はいはい、あれからプロ野球人気になったんだから。それまで人気なかったんだから。巨人、読売、正力、松太郎、そして長嶋茂雄ですよ。だから長嶋茂雄は正真正銘のスターで、うん、俺はでもあの時投げたピッチャーも勝負したってことは、だってあれ別に敬遠したって言うわけじゃん、うんうん、長嶋を、うんうん、
でしょ、うんうん、だけど勝負したじゃん、うん、長嶋に、うん、で打たれたことでプロ野球は盛り上がったわけじゃん。だからそういう計算もあったと思うよ。ここで長嶋に打たれてもすごいことになると。ちなみに言うと天皇陛下が見に来るっていうのはすごいことなわけ、日本においては、うん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 、野球ってやっぱりなんでプロ野球ってね格下かっていうと天皇杯もらえないのよ。サッカーって J リーグのチームって天皇杯で優勝できるでしょ、うんうん、天皇支配もらえるでしょ、うんうん、これねメジャースポーツで天皇支配もらえないスポーツは2つ、ゴルフとプロ野球変わんない。大学野球の覇者が天皇支配もらえるんですよ。最初に大学野球が始まってるから大学野球は絶対その天皇支配を手放さないわけよ。そう、なるほど。1ジャンルに1個しかないってことですね。そう、1ジャンルに1個しかない。だってさ天皇杯、例えば競馬だってさ地方競馬では天皇杯と、まあ地方競馬も今 JRA のレース出れるからだけど、うん、天皇杯って JRA にしかないじゃん、うん、でも大体のスポーツは天皇杯って一番上のリーグがもらえるんだけど、うんうん、ゴルフと野球だけは違うのよ。ゴルフもちなみに言うとこれすごいマイナーな話なんだけど東京ゴルフクラブっていうね日本の名門、日本で4番目ぐらいにできたなんかあるのよゴルフ場が、うんうん、でそこの普通のメンバーが出れる、メンバーだったら誰でも出れるゴルフコンペみたいので優勝すると天皇杯もらえる。俺の友達この間もらってたもん。この間一番簡単にもらえる天皇杯ってことですか。分かんないけど。そうあ、そう。俺がもらえる可能性があるとしたらそれぐらいしかないただ俺多分東京ゴルフクラブのメンバーになれないと思う。あ、そうです。でも俺と同じぐらいの実力の俺の友達がこの間取ってた。ハードル低いですね。でそれですごい挨拶の、だからつまり巨人長嶋プロ野球っていうことが構造として分かっていたら、あのそのね、当時の読売新聞のトップである鍋常ところに一言言いに行けばよかったわけ。じゃあ三木谷さんとかそうさ言ってるってこと？言ったんだよその後。いやだから俺がそのミスったのを見てるからえ、だってなんか仙台の対決みたいなのもしてますよね、堀江さんと。でもあれは本当にあの世論は完全にうちなのよ、うんうん、なんだけど鍋常がもう無理やりよ。はあ、そういう話だったんですよ。じゃあ挨拶さえしておけばライブドアフェニックスあったんですね。あったと思う。はあ、すごいあれですね、あの分岐点ですね。まあまあでも分かんないじゃんそれやってみないと。確かに、うん、じゃあそれってそれが帰ってましたらフジテレビ買おうってなってなかったっていう感じもありますか。ああかもね。だって有名知名度は手に入れてますもんね。そうそれはもしかしたらそうだったかもね。はあ、だってそれ一回ちょっと言ったら失敗したなって感覚はあるってことですよ、その野球。まあそういうことをねずっと言ってもしょうがないじゃん。ああなるほど、こういう構造だったんだと思って。でもあれがライブドアと堀江さんをこう、うん、全国区にしたって感じもありますよね。そりゃそうだよね。でみんなそれでプロ野球の価値に気づいたんだ。みんな忘れてたんだけど、うんうん、確かにその後パ・リーグ日ハムとかもめっちゃ盛り上がりますもんねそれはだから俺が言った通り、うん、あのメールとか SNS とかスマホが変えていくからね、その後の展開を考えたら、うん、もうそのテレビに頼る必要は全くなくて、うん、まあ頼るとしてもそのローカルのテレビ局がやってればいい 話であって、うん、フジテレビ買おうもやっぱ世界の企業にするっていう目的のその普通過程って感じですか。目的っていうかその知名度をとにかく上げる、うんうん、テレビのエンゲージメント率って高いからさ、ものすごく。あ、日本に置いてと。まあ日本で世界もそうだけど、うんうん、特に日本は地上波テレビ局がその曲の数が制限されてるんで、うんうん、その中でもねフジテレビは視聴率高い方のテレビ局。うん、でもしかもってあれですよね、一番買いやすい状態になったと思いますよね。日本放送がフジテレビの株持ってますから。そうなんだよ。安く買えたっていうノリってことなんですか。安くというか、まあそういう逆転現象もあり、うん、その親子逆転現象みたいなのもあり、買いやすかったよねっていう、うん、テレビを買うっていうことがその他のテレビ局も含めてこの堀江さん叩きの始まりみたいなことになるんですか。うん、まあそうだよね。やっぱさ、ほらテレビの業界にいる人たちは多分わかると思うんだけど、うん、なんかさ俺たちは特別な存在で、
その特権階級にいるんだみたいな、こう多分意識があるんですよ。いや、そこに土足で乗り込まれてきたみたいな、なんでお前みたいな感じで、うんうんうん、ふざけんなボケみたいな感じだよね多分ね。でもあそこまで株買っててちょっとその現実的になってくるわけじゃないですか、その買収されることが、うん、それって話し合いになるんですか、その、この実際買収した場合こういう風な企業にしようと思いますみたいなこととかするわけですもんね、言ったらフジテレビ側というか、うん、まあ最終的に和解する話になるんだけどね、うんうん、買われてれば今だにそのテレビって誰かがインターネットに切り番組切り抜かれてそれが300万再生されてて1円にもなってませんみたいな状況になってるじゃないですか。堀江さんが買ってたら普通にもっとなんていうか早い段階で、もそれはちょっともう全然そのものすごい上積みの話しかしてないよね、うん、だから相変わらずそのそういう意味をよく分かってないんだみんな、そのフジテレビを買うことの、うん、凄さを未だによく分かってなくて、やっぱそのテレビ業界の人たちはどうしても俺たちは動画コンテンツをクオリティの高い動画コンテンツを作ってますってイメージしかないわけですよ。だからその頭の範疇でしか理解をしてないわけだけど、俺がまず大事にしてるのはさっきも言ったけどブランド力だったりとか、うん、歴史だったりとかなわけですよ、うんうんうん、ぶっちゃけこれだけその 4G とかが普及してる時代さ、うん、映像コンテンツを純粋に見るってことを考えた場合に、うんうん、Netflix だろうが ABEMATV だろうがフジテレビだろうがクオリティは変わらないわけじゃん、うんうん、でなんなら決まった時間に放送を見なくていいっていう意味で言ったら、うん、アベマ TV とかネットフリックスの方が、あるいは YouTube の方がいいじゃん、うんうん、普通に、うんうん、だからこの外録チャンネルだって普通に見られてるわけじゃん、はい、でビジネスとしてもまあまあ成立するわけじゃん、はい、ね、はい、これなんか例えば昔だったらね、多分フジテレビのノンフィックスとかさ、うんうんうん、そういうところぐらいでしか放送されないような番組じゃん、うん、ね、コンテンツとしては、はい、だけど別にネットフリックスとか、まあ、YouTube とかで気軽に取って出しでちょちょちょっとこう編集したらもう本当個人レベルでも出せる話じゃない、こういうのって、はい、っていう風になってんだよ技術的にはね、うん、何年も前からそうなってんだけど、人々の生活習慣とかその思い込みっていうのをなかなか変えられなくて、なんかテレビの方がすごいと思っちゃうわけです。だから未だに俺の周りのやつとかでもなんか YouTube で100万回再生されることよりも誰が見てんのか分かんねえようななんかローカルの深夜番組みたいなテレビに出る方が嬉しいわけ。はあ、そうなんですか。そうなんですよ。だからなんかテレビに出るっていうだけでなんかすごいまあまあ有名なタレントさんとかもホイホイ出ちゃうけど、あ、じゃあそれ外録チャンネル、え、知らねえよそんなの、うんうん、とかってなっちゃうけど、うんうん、でもこっちの方が明らかに見られるわけ、うんうんうん、実際そうじゃん。そうっすね、100万とか売ったら確かにそうっすね、うん、深夜番組に比べたら見られてる可能性あるんですか。全然見られてるよ、うんうんうん、全然見られてるよ確かに、うん、いやなのでそっちに出る方が明らかにお得なんですよ、うん、でね、いいですか、その要はみんなが思い込んでるそのブランド価値とか歴史っていうものは結構重いんですよということがまずあります、うん。であとその今はそんなみんなテレビ見なくなってるけど、まあ、20年前とかってめちゃくちゃ見てるわけですよ、うんうん、だから動画を見るんだったらテレビしかないわけですよ基本的にはね、うんうん、で日本の場合はケーブルテレビとか衛星放送が地上波テレビの嫌がらせというか圧力であんまり普及しなかったんで、うんうん、そうなんですよ、これはものすごい圧力があったんでダメだったんですよ。アメリカとかヨーロッパでは結構ケーブルテレビとか衛星放送が普及したんだけど日本はもう強烈な圧力があってなかなか普及しなかったんですよ。スカパーとかワゴがどんだけ頑張ってもどうにもなれないってこと、どうにも なんなかったというかあんまり普及しなかったよね。あ、それそういう裏があるんです。そういう裏があるんです。それぐらいテレビ局ってのは権力があったっけ、地上波のね、うん、まあ今でもそうだけど、でそういうのがあったんで俺はその逆にこれを使ってまずリーチが 100% 近いリーチがあるわけです、うんうん、フジテレビ系列のテレビ局を
見ない人ってほとんどいないわけですよ、うん、1ヶ月に1回大体見てる、うんうん、もう圧倒的なリーチじゃん。でそこでじゃあライブドアっていうブランドはもう日本一のブランドになるわけじゃないですか、うんうん、でもそれはまず一つで、そこをたまたまもうその頃は i モードっていうサービスが出てきていて、うん、i モードで月額課金ができるわけですよ、うんうん、しかも手数料 12% でできるわけですよ、うんうん、だ例えば1000円課金したら、だ1000万人に1000円課金したら100億円の利益になるわけじゃないですか、うん、5000万人だったら500億じゃないですか、うん、月々ね、それ年間で6000億じゃないですか、もうフジテレビの売り上げなんか超えてますよね全然。でもそれはできるよね。で俺が考えたのはアマゾンのアマプラみたいなもんですよ。アマプラってその映像コンテンツがサブスクで見れる以外に配送料が安くなるとかタダになるとかなんかいろんな特典があるじゃん。で当時のインターネットなんて動画なんかさろくに見れないんだから、うんうんうん、テキスト情報 i モードとか、うんうん、そういうのでお得情報が見れますとか番組の裏側が見れますとかわかんないけど、うんうん、なんかスタンプみたいな、スタンプじゃないけどなんか着メロがもらえますとか、うんうん、オリジナルのなんかその程度のやつでいいわけ、はいはい、でもテレビ局が提供してるものってありがたみがあるじゃん、うんうん、だからテレビ局がこう提供するデジタルコンテンツ的なものを、うんうん、まずはナローバンドでね、ブロードバンドじゃないんでナローバンドでエンゲージメントしていって、うん、で徐々にインターネットのスピード上がっていくはずなんで、その後ね動画とかは将来的にはもちろん動画とかもバンバン上げていくんだけど、うんうん、まあ当面何年間かはそういう形でもうちょっとこうリッチじゃないコンテンツをやっていって、でもそれでも何千万加入とかできるから、うん、でまずそれが一つね。でこのビジネスモデルを世界に持っていこうと思ってたと。はあはあ、ネットフリックスみたいなものを日本で作ろうとしてたんですよ日本。そうだからネットフリックスってのはオンライン DVD レンタルサービスから始まってるんだけど、うん、うちの会社もやってたからね、うん、それはまあ俺がいなくなった後ゲオって会社に買収されて、うん、今ゲオ傘下でやってるけど、まあついぞ彼らはオンライン DVD レンタルサービスから映像配信サービスまでにはいかなかったけど、今でも有線とかもやってるし、それこそアベマ TV もやってるし、いろんなところがやってるわけだけど、もう一つの日本のそのなんていうのテレビ局とかのそのおかしなところはどうしても内向きなんだよね。国内のマーケット以外のことを考えないんだよ。アニメとかゲームは違うんだけど、うんうん、それこそドラマを機械ぐらいにしてても売れるのがあるかもしれないですよね、うん、あんだけ。いやいや売れるのもあるじゃん、もう実際売れてんじゃん、うん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 、例えばまあ最近だとファーストラブ、あの初恋とか、うんうんうん、あとまあ最高多分舞妓さんちのまかないさんとかも売れると思うし、うん、あと多分今の国のアリスとかもまあまあ売れてるし、うんうん、あと意外と深夜食堂とか孤独のグルメとかも売れてんだよ、うんうんうん、いや実は日本のドラマコンテンツって全然売れるんですよ。売れるんだけど売ってないだけなの。もっと金稼げるってことですよ、言ったら。そうだよ、だってさ1億2000万人を相手にするより70億人相手にした方がいいじゃん。そう明らかに制作費もかけられるじゃん。だからファーストラブなんてもう本当、初恋ファーストラブなんて本当奇跡だよね、うんうんうん、あのディレクターってそんなメジャーな人じゃないじゃん、うんうんうん、神武さん、うん、ってあんま聞いたことないでしょ。だけど多分最初はああいう割と暴流というか、うん、そんなこうねメインストリームの人使えなかったと思うんだけど、でもあの人が好きなように多分いろんなキャスティングとか予算とかもつけてやったら、うん、あれだけいい作品が作れたわけじゃない、うんうん、でまあまあ世界でも視聴されてるわけじゃない、うん、というようなことは絶対できるはずなんだけど、だから要は国内でそれだけ収益力をつけ海外進出の資金も稼ぎ、うんうん、そのグローバル化をしていくっていうことは当然考えていて、まあだから今のサブスクリプションモデルですよね。今はやっと動画のサブスクがちゃんと収益上げられるようになったし、ちゃんとみんな見られるようになったけど、ここ数年のことだったね。それていうかそれを堀江さんとフジテレビがタッグ組んでやれてたらこんな、まあ、そうなってるよね。こんななんか時代遅れっていうか終わってるじゃないですか、テレビの現状なんて、うん、そうならずに済んだのかなとか思いますよ。まあそうならずに済んだだろうね。そう希望退職なんか1000人とかなんか言ってたじゃん、はいはいはい、まあそういうことにはもちろんなってないでしょうね、それは。でもやっぱあれで、まあでもそういうもんよ。
ぱあれで潰されちゃうっていうのはやっぱそのさらに堀江さんたちの上の世代の人口が多いから潰されるっていうことになってるんですか、結局の。人口が多いから潰されるというよりは、なんとなく怖いから潰されるっていうか、はあ、でもあいつ目障りだなみたいな。堀江さん世代の方が人数が多くて もっともっとなんか民意が言ってくれよ堀江ってなってれば潰せないぐらいの世の中に。いやいや、やっぱ権力持ってる人が強いですよ、はあ、日本のサラリーマン社会っていうのは、はあ、なんで生まれたかっていうと戦後の GHQ の改革なんだよ、はあ、その日本の軍国主義は財閥によって作られたっていう、はあ、まあ、考え方があって、まあ、それはある意味正しいんだけど、はあ、まず財閥を解体しなきゃいけないと。だから持ち株会社って2000年ぐらいまで作れなかったんだ日本って。戦後1945年からもう GHQ により改革が始まり、要は50年以上その持ち株会社って作れなかった、財閥を作られちゃうから。財閥を作るとそのいかんということで財閥を解体して、誰か特定のオーナーが株を集中して持たないような体制にしたわけじゃん、うん、そしたらどうなるかっていうとサラリーマン社会になっちゃうわけ、うん、社長もなんかサラリーマンが持ち回りでやるみたいな感じになるじゃない、うん、でそういう時に誰が権力を持つのかって誰が持つのか、これってある意味ちょっと共産主義っぽい考え方なのね、うん、だから資本主義ある意味否定してるわけ。だからアメリカはもちろん資本主義国家なんだけど、その共和党と民主党ってあって、共和党はどっちかっていうともうゴリゴリの資本主義みたいな感じなんだけど、民主党ってリベラル派っつってちょっと社会民主主義的な考え方が強いわけですよ。だからちょっとだけ共産党寄りなわけ。だからみんなで平等にどうのこうのみたいなことを考えるんだけど、共産党支配の何が良くないかっていうと人治になっちゃうわけ。人が、まあ、要は人治政治みたいになっちゃって、うん、何が起きるかっていうと、そのプーチンみたいなやつが出てきて株も持ってないのに、だからもう要は一株も持ってなくてもずっと社長で居続けるみたいなことが可能になるわけですよ。でどうやってその組織をオルグするかっていうと、それはもうスパイと密告ですよ、うん、だからもう自分の反対勢力はのアラを見つけて、だからその自分のこう目みたいなやつ、目とか耳になり、うんうん、その信頼できる部下みたいなやつをグリップしといて、うん、そいつにライバルのこうアラを探させるわけですよ、うん、じゃああいつなんか不倫してますよとか、うん、密告するわけ、うん、そういう首とか左遷されちゃうじゃん、うん、で出世競争からいなくなるじゃん、うん、そうやって潰していくわけライバルで、自分 もう部下もそれみんな知ってるから、うんうん、裏切ったら潰されると。裏切らなければそいつの上には立てないけど、そいつのナンバー2ナンバー3でずっと安泰で高い給料もらえてっていう風になるじゃん、はいはい、それがフジテレビであり、だからフジテレビの日枝さんっていうのはもともとフジテレビ労組の書記長なのね、うんうん、だから共産党なんて、共産党ってか、まあ、そっち系の人なのもともとね、うんうん、で当時のその社長にオーナー社長に、うん、要は見出されてというか、まあ、うん、で社長室長になってっていう人なの、うん、なのでそのどうやって潰していくのか、俺も当然彼にとっては敵なわけじゃん、うんうんうん、だから当然それをやられるわけ、アラを探されて、うん、で検察ともつながってるから、うん、検事長でさ、黒川さんつってさ、うんうんうん、掛け回しなんでクビになった人いたじゃん、はいはいはい、あの人みたいに、あれに同席してたのテレビ局の人とか新聞社の人だからね。でポンとか言いながら、あの堀江ってやつがムカつくんですけど、なんかネタあったら持ってこいよって、持ってきます今度つって持ってきて、こういうのあります、うん、これはできそうだな、じゃあやってみようかとかつって、そうやって決まってたわけですよ。でもそれで言うと堀江さんがあそこから逮捕されるまではちょっとラグありますもんね。そのあ、ないよ、もう1年ぐらいだよ。あれ1年の間に出馬してるんですか、その間。そうだよ、2005年の8月だよ選挙は。すごい1年間ですよ。そのフジテレビ変えなかったっていう絶望からの出馬ってどんな心の変わりようなんですか。えそのだって顔を取って変えるかもってなって、それをこう
おっさんたちに潰されるわけじゃないですか、老害みたいな人から。まあでも金もあるし会社に、うんうん、でも次やろうかみたいな。はあ、その政治興味あったんですか、その時は。全然ない。それ どんな思いで出馬しようと思ったんですか。小泉純一郎が郵政選挙やる、うんうん、日本の形を変えるんだ、自民党ぶっ壊す、うんうん、って言ってたじゃん、はいはい、あ、本気でぶっ壊すんだこの人って思って、それを感じで、郵政を民営化することが、なるほどこういうふうに役に立つんだと、うん、でね、あの道路公団民営化したじゃん、でそれ成果出て郵政民営化して、今度は多分政府系金融機関の民営化とかいろいろやろうとしてたんだけど、それのまあ、あ、これは大事なことだなと思ってっていうのと、これワンチャンここで選挙受かったら首相になれるなと思ったわけ。それでも初出馬で。そうで、なんでかっていうと、まあちょっと細かい記事は省くが、選挙受かったらその小泉さんの秘書官をやってた飯島さんという人と約束してて、自民党入りすると、で小泉さんはもう辞めるって言ってたから、まあ実際4月に辞めるんだけど、次の年の辞めたら総裁選があるわけじゃん、だから自民党の総裁選じゃん、で自民党の総裁選ってさ、あの公職選挙法関係ないわけ。そう、自民党の中で勝てばいいですもんね。そう、だから自民党の中でどうやったら勝てるのかと考えるじゃん。で、あの時小泉チルドレンが100人以上勝ってるわけよ、でしょ、で小泉チルドレンってみんな一期目じゃん、で知名度も金もないじゃん、たまたま風に乗って受かってるだけじゃん。そいつらが安倍晋三と俺どっちにつく、俺につくでしょ。だって安倍晋三についたら4期目とか5期目の人しか大臣とかなれないじゃん、あ、そっか、1期目大臣になれるっていう人がバンバン断髪するっていう、てか俺はどう考えても何期目とか関係なく抜擢するような、実力主義で絶対抜擢するような、1期目の俺にもチャンスあると思うじゃん、思うでしょ。確かに。でしょ、やる気と、なんか派閥もないじゃん、でしょ、だからあれ、自民党員の国会議員の20人以上の推薦があったら立候補できるわけ、総裁選に。わかる、よね。だから推薦に20人とか集まりそうじゃん、一期生で、小泉チルドレン同期たちからは、同期たちから、俺ちょっと、俺が首相になったらお前ら大臣にするからさって言ったらさ、みんな来るでしょ、当然、来ない理由ないじゃん。確かに。だとあなたたち知名度ないから次の選挙で落ちるかもしれないですよ、金もないでしょ、俺金あるよ知名度もあるから応援行くよってなったら俺につかない理由ないじゃん、確かに。でしょ、で当面選挙はないわけじゃん、郵政選挙勝ったから、だからとりあえず俺について大臣とかなった方がいいじゃん、どう考えても。だから推薦人20人集まるし、過半数取れるし、あと自民党員選挙、党員票もあるからさ、党員票も俺に来るじゃん、絶対勝てるじゃん。そうか、別に夢見事じゃなくて現実的なことして首相、半年後に首相になれるって思ったから出たんで、でも簡単な話じゃん。それってなんで強いところ相手で出てたんですか。あ、だからこれはまさにそうで、その確実に総裁になりたかったから、自民党の選挙に強いっていうのが一番強いわけですよ。あいつは金もある知名度もある、だけど選挙は弱いよねってなったら、それはやっぱ舐められるわけですよ。あ、じゃあ、あんまり雑魚倒しても意味ないってことですか。だから要はその選挙の時にその選挙区に行かなきゃいけないって大変じゃん、だ首相なんか行かないわけよ、当然ながら、だからもう地元で圧倒的に強いことを、全くのアウェーで、地元でも何でもない場所で一番強い敵を倒せば、それはもう誰も文句言えないじゃん。敵の総大将の亀井静香をやった男っていう、初出馬だよ、うん、だって広島とかだって何の絵のゆかりもないわけですよね。まあまあ全然なかったわけじゃないんだけどね、亀井さんのライバルを応援してた会社の人がめちゃくちゃ、まあ、地元の有力企業で仲良かった。ああ、なるほど。
まあ、亀井さんのライバルって宮沢喜一って元首相なんだけど、中選挙区っての昔あって、中選挙区時代自民党が3人受かってた選挙区なのね。で亀井静香、佐藤守吉、宮沢喜一って3人ね、全員大臣経験者のすごい選挙区なんだけど、それが小選挙区になってバラバラになっちゃった。だから選挙協力せざるを得なくなった。広島6区は亀井静香、広島7区は宮沢喜一、まあ、その後宮沢陽一さんと甥っ子は立つんだけど、で広島6区はその佐藤守吉の息子が立って、実は亀井さんとバチバチやってたんだけど、そっちは民主党でね、まあ、でまあそういう経緯があって、そのお互い選挙協力嫌いなのにしてたわけで、俺が立つんだったら、あれここで亀井をやっつけてくれれば選挙協力なんかしなくてもいいから、みたいな感じで、そういうのもあったから、まあ、勝算が全くなかったわけでもなく、でもね、ここで勝てたらすっきり首相になれんじゃん、圧勝して、っていう話だよ。そう、でも2人ではめっちゃ強かったと思いますもん、やっぱ、まあ、めっちゃ強かったね。3万票ぐらいでしたっけ、さ、言うと何万票、もうちょっと、ね、2万ぐらいかな。そういったんですけど、まだネットそんな選挙で使えない時代ですか、やっぱ。いやもうね、簡単な話で、山間部の、その庄原市っていう亀井さんの地元が、亀井さん多分ね9割ぐらい取ったのよ、そこだけで。もうその尾道市とか三原市っていう割とこう都市部というかは俺が圧勝したの。へえ。じゃあその山間部の町の票だけで勝ったんですか、亀井静香さん。そう。じゃあもう言ったらおじいちゃんおばあちゃんたちのなんていうか票って言ってた。もうてかもうなんか亀井さんに投票しなかったら村八分になりますみたいな。はあ。後でどんな嫌がらせされるか分かんねえみたいな。やっぱそれちょっと誤算なんですか、そこまです。そんなにそこの9割って、まあまあでも別にさ、こっちは別に失うものないわけだからさ、特に五分五分ぐらいの感じで言ってるんですか、戦いで。いや全然勝てると思って言ってるけど、あ意外と強いねっていう。よく分かってないからさ、選挙初めてだし。あ、そうか、そうか、そうか、そこまで根強いものなのねっていう。はあ。で選挙終わっちゃったらすぐ捕まっちゃうとかですかね。まあそんなにすぐっていう感じはしないけどね、俺的には。え、あんなのってなんか予告あるんですか、捕まりますか。ないよ。じゃあいきなり来るんですか、その会社。いきなり来るよ。特捜部ですみたいな。まあ特捜部ですっていう感じじゃないけどね。でもそれ何の言われもなく捕まるって納得いくんですか。何が、何か罪の意識ないわけですか。罪の意識はないね。で向こうは何て言ってくるんですか、何て言ってくるのか。でもそれも教えてくれないんですけど、そういうのって。でも最初はね、まあ、一応だから証券取引法違反ですっていう、まあ普通に紙もとかやってくるんだけど、普通はねそれでスーッと入ってくるんだけど、ちょっと紙見せてって言ったらすごい嫌そうな顔しながら見せるんだ。見せなきゃいけないからね。これ何か悪いことありましたっけみたいな。でそんな関係ないから、令状あるからみたいな。はあ。それってもう言ったらその おじい様たちがなんか決めれるってことなんですか。もう言ったら無理やりそういうでっち上げて罪をどう決めるか。難しくて、いろいろレイヤーはあるんだけど、まあ向こうはどうにかして、まあフジテレビね、はどうにかして俺をやっつけたいわけですよ。あそこ傷が癒えないというか気が済まないんですか。そうで、まあ、潜在的な脅威だと思ってるから、だから彼らはとにかくあいつをやっつけたいと。だから隠密裏にうちを辞めた役員とかにずっとコンタクトを取ってたわけ、取材と称して。あのね、テレビ局のすごいずるいところはそこね。あ、報道のなんか正義みたいな。そう、報道部ですみたいな。いや正義とかじゃなくて報道部ですとかっつって取材に来た体で根掘り葉掘り聞いていくわけ。ちょっとなんか堀江にムカついたこととかありませんかとか、
でポロッと行っちゃったやつが一人いて、うんうん、そいつからまずでそいつはちょっと なんていうのかな、会社ってその何か新しい取引とかやるときに、そのこういうことできないかとかってやったりするわけ、うんうん、でそれが違法かどうかってなかなか分かんないじゃん、うんうんうん、でみんな法律のことなんかさ、そのものすごいたくさんの法律あるけど、すべての条文が頭の中入ってるわけじゃないでしょ、うんうん、で意外とみんな知らないじゃん、どこまでが違法なのかとか、うんうん、で どんな罰則があるのかとか、うん、例えば売春防止法って法律あって、うん、売買春は違法なんだけど、うん、売買春そのものには罰則はないわけよ、うん、でなんでないかっていうと、例えば痴話喧嘩で、うん、なんか女性側がお金をもらってやりましたと、うんうんうん、あいつは売春しましたみたいなことを言われて、それが罰則あったらさ、社会的地位失ったりするじゃん、うんうん、で腹いせにそういうこと やるやつとか出てくるじゃん、うん、だから罰則ないんですよ、うんうん、あれは基本的に管理売春に対しての罰則なんだよね、うんうん、要はその弱者に無理やり無理強いをして売春をさせたりとかすることに対する罰則なんですよね、うんうん、とかって知らないじゃん、うんうん、例えばだけど、うん、なんかだからそういうようなことがいっぱいあって、うん、その弁護士に相談したりとか、今はノンアクションレター制度っつって、その役所に直接聞けるようになってる、うん、こうこうこういう行為は違法ですか合法ですかと、うんうん、例えば日本放送の株を大量取得した時にトストネットワンっていう、時間外取引、うんうん、なんだけど市場内取引っていう仕組みを使って TOB 規制を返したわけ、うんうん、本当は TOB っつって正々堂々と表からフジテレビの買取金額が5000円だったら、1株5000円だったらじゃあ5500円出すとかって言わなきゃいけないんだけど、うん、市場内取引であればそれを言わずに買ったあのこっそり買えるんですよ、うん、っていう仕組みを使って大量取得したっけ、うん、でもそれもそれをだから違法だとか当時言われてたんだけど、金融庁が異例の声明を出してこれは合法取引ですと、うん、でゴミさんって当時の長官が異例の発表したんだけど、それはなぜかっていうと、俺たちが事前にそのノンアクションレター制度を使って金融庁にこの取引は市場内取引ですよねっていうことを確認した上でやってたと。現地取っちゃうんですね。現地取ってたわけだから、彼らもそう言わざるを得なかったし、検察はそれでやろうと思ったんだけどやれなかったわけ。次って どちらの何時に到着ですか。いやもう下で考えろ。あ、もうすぐに判断する。そうです。あと8分ぐらい。8分、あ、うん、なるほど、8分だよね。あ、8分、それって何の話してたっけ。今逮捕されてた時の理由の話で、うん、そうそう、だから要はそのね、そのやってる取引に対してこの取引は違法だ合法だみたいな話が、うん、明らかに分からない取引とかってあるわけですよ、うんうん、でまあ、ライブダ事件の時はまず入り口の事件はかなり無理やりでっち上げた事件です、うんうん、と俺からすると全く真っ白、うん、でみんなを脅して逮捕するぞとか脅して、うん、全然間違った証言を出して、それだけで俺は有罪になったんだが、うん、2回逮捕されたよね、うん、で2回目の逮捕の事件をとにかく強制捜査をして、入り口の事件で強制捜査をして、でその有罪にするための証拠をいろいろ押収して組み上げて、その違法だっていうふうに無理やりやるための事件だったわけですよ。だ要はでみんな逮捕されたりとか有罪にされるの怖いじゃん。だからみんながそのこれはこう違法だと思ってやってましたとか、なんかそういうことをみんなに言わせるわけ。うんうんうん、ああそうか、で他の人たちがそういうふうに言ってるからそれがどんどん犯罪になってくるんですか。その行為にそれをやってる。そうだから白いものをどん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 黒くしていく行為なわけです。で検察の特捜部っていう組織はもうこれもなかなかみんな理解しづらいと思うんだけど、捜査ができて強制捜査ができて、しかも起訴って言って裁判にするかどうかを決められるんですよ、うんうん、であの日本の検察官ってものすごい強い権力持ってて、起訴するか しないかって検察官しか決められないんですよ、うん、
一応今検察審査会っていう組織ができて、あの、うん、検察審査会っていうのはちょっとだけ強くなって、うん、不起訴にした事件を起訴することはできるようになったんだけど、うん、その起訴するかしないかをその検察官以外は決められないんですよ、うん、だから検察官っていうのは自分で事件を捜査するっていうのは自分で事件を作るってことだからね、うんうんうん、普通は警察とかしかできないわけですよ、うん、警察とか公正取引委員会とか、うん、その何個か組織があるんだけど、うん、あの、税務署とか税務署とか国税庁とか、うんうん、そういうところが捜査をして検察官に送検して、うん、書類送検とかでしょ、うん、送検して検察官が起訴するかどうかを決める、うんうん、だから要は第三者的に検察は決めるようになってるんですよ、うん、普通はね、うん、あるいはそこを例えばアメリカとかだと起訴陪審っていうのがあって、陪審つまり裁判員がこの事件を起訴するかすべきじゃないかとか決めたりとかもできる、それを選べるようになってるんだけど、日本の検察官はめちゃくちゃ強いわけで、特捜部は特に強いわけで、特捜部っていう組織はそもそももともとロッキード事件の田中角栄とかですごい知名度が上がって人気が出ることを知ってるから、どうしてもやっぱこう有名人をやりたいわけ、有名人とか時の人みたいなのを捕まえることが自分たちの出世につながるから、だからやっぱその事件を自分たちでしかも作れるからね、自分で作った事件ってやっぱり起訴したいじゃん、自分で作った事件、でも警察が作った事件とかはお前あれちょっとそれ証拠固め甘いんじゃねえの無罪判決出るお前これとかって言って結構跳ねられたりするんだけど、自分たちの事件はさ絶対起訴するわけですよ、確かに自分で作った事件で無罪ってなっちゃったら、そう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 、だから結構力技でやられちゃうわけですよ、だから怖いよ、だから今ほら三浦瑠麗さんの旦那とかやられてんじゃん強制捜査、ああいう感じになっちゃう、あれも絶対三浦瑠麗さんの旦那だからやられてんだ、あれ要はあんな美人のね、うんうん、国際政治学者でテレビとかいっぱい出てる奥さんを持ってる外務省出身のエリート、うん、ムカつくみたいな、それでなんかまあまあそういう組織なんですよ、だからもう俺検察の OB の人に弁護とかしてもらってたから、うん、俺さ悪いこと言わないからさ認めちゃった方がいいよ、検察は強権だからね、噛みついたら話さないからねって OB の人が言ってたから、えそれで一応折衷案で認めるっていう行為をするわけですか、一応だって、いや認めてない、だから一切認めずにやったから実刑判決も出たし、2年6ヶ月2の6ヶ月まあ結構重いよ、そうですね、ちなみに言うと2年6ヶ月ってあのウルフ・オブ・ウォール・ストリートのあのあいつが受けた刑と同じだからね、証券詐欺からドラッグから脱税からもう何でもありのクソみたいなやつなんだけど、そいつが2年6これで2年6ヶ月か俺と一緒じゃねえかよと思って、全然違うレベルぐらいのひどいことをしたやつがそれぐらいで済むんだ、だから相当センセーショナルな事件だったのよ、その向こうがこれで認めたらもうちょっと軽い刑になるよみたいなことをほのめかしてきてたりもするわけですか、言ったら、いや俺に対しては絶対しないね、あそれはやっぱり死んでも言えないことなんですか、それは、いや俺には絶対言わない、あでもあとにかく俺を最大級の処罰に問いたいわけだから、はあなるほど、うん、まあということでね、はい、じゃちょっと聞いてみますね、はい、はい、ありがとうございます、すいません、お疲れ様でした、すいません、ちょっといつかまたまたお願いします、すいません、はい、ありがとうございます。